ようこそ視聴チャンネルへ。彦根市長の和田博之です。さあ今日は何が始まるんでしたっけ。はい、市長とうとうです、ね。はい、今日から市長ダイエット企画始まります。引退会見引退昼飯のくべきやつ、はい、それしてます。はい、97そう本当にね、ちょっとね、さっき体重計乗ってきたんですけど、ちょうど10キロ増えてましたんで、市長就任させていただいて、ストレスの蓄積と、ね、いいわけですか。一番右側が最新の今年の健診の結果。ひどいですよね、この体重の増え方とか。はい、赤に近づくにつれて、うん、だんだんこう限度が高くなっているよっていうふうに。でも中性脂肪全然ダメですよね。赤色ですね。これいやいや、オレンジオレンジ、うん、市立病院の院長にも脂肪肝って言われてますので。肝臓がブラック企業みたいな。はあ、なるほど。よくないですね。でも全身の感じが今そうですもん。もう働きすぎで、もうオーバーはもう疲れが取れない。休ませればまた元に戻りますので、はい、今が肝心です。そうですね。え、僕仕事休んでいいんですか？ちょっと1週間ぐらい休ませていただくと、だいぶ劇的に数字が良くなるかもしれない。はい、肝臓の方が疲れて壊れて、うん、死んでしまったりすると、うん、もう再生不可になってしまって正常には戻る。もう戻らないですね。戻れる範囲で戻さないといけないですね。なるほど。朝食は一応いただいてます。野菜は少ないです。完食もします。めちゃくちゃ早食いです。早食いです。もうタレは飲み物ですんで。あ、そうですか。ダメですよね。味の濃いものもね、ココイチも絶対に3皿以上ですしね。どうしても味の濃いもの多くなると、その分ご飯が欲しくなったりとか。そうですね。エネルギーの摂取カードにつながったりもしますし。そうですね。まあ、野菜が少ないと、やっぱりその分他の肉とか魚、炭水化物のおかずでお腹膨らませたくなってしまう。なるほど。どうしてもっていうところもありまして。うん、野菜は1日 350g というふうに言われているんです。これが 350g。どうやって食べましょう。これは野菜ジュースよりも野菜の方がいいんですか。そうですね。噛んだりする分やっぱり満腹感味わえるので。なるほどね。早食いにもつながってしまうので、野菜ジュースだと、ね、なんか野菜取った気になりますもんね、野菜ジュースだとね。ビタミンとかはね取れるので、あれはいいんですけど、うん、野菜を好きになるコツってありますかね。味付けが好きな味付けにして、なるほど。そうですね。ドレッシングかけしすぎてしまう気がするんですけど。あー、スープとかやったら結構かさがかなり減るので、たくさん使ってても野菜食べたっていう感じは少ないかもしれないですね。なるほど。あれ美味しいですけどね、ウクライナの作ってるボルシー、あれはすごいなんか野菜すっげーたっぷりなんですよ。毎朝、そこは、まあ、いいと思います、ね。ほぼもう必要最小限なんで、多分週1も飲んでないんです。数値が悪くて、なんかこういう感じのお酒っていうふうに聞いてましたので、はい、いやこれはね、ふるさと納税的に飲まなあかんのです。みんなに飲んでいただかなきゃいけない。お酒のサイズを少し持ってきました。はい、どこかで飲まれる場合は、うん、どういうお酒を飲まれることが多いですか。乾杯はビールですよね。ビールね、で3杯目ぐらいにハイボールに来ますけど、ハイボール低そうって言いますね。日本酒は次に来られますね。マジっすか。カロリーで言うと、はあ、じゃあビールは低いんですね。ハイボールにしてなんかみんなちょっとカロリー控えめな気分になってるのに、実はむしろ多いんですね。メーカーによっても多少違いますけど、ビールはこの中では一番低い。なるほど。日本酒結構あれですね、うん、これは意外やな。ついに目標設定の方に行かせていただきます、はいはい、体重はじゃあ10キロ減らします、はい、60
定的な無駄の削減みたいな感じで一緒っぽいですね。公約みたいな。お腹周りの体重が1キロ落ちると1センチぐらい減るというふうに言ってるので、うん、なあ、まあ、87でいい。それが1キロ分の、うん、これ10個分、10個分です。絶望的な気持ち。相手から見せる。あんまり一気に減らしすぎると、うん、飢餓状態少なすぎて痩せにくい体質になってしまったりするので、はい、まあ、目標なんでね、目標は高くそういうもんでもないですか。半年にしましょうか。実現しやすいですか。その方が実現は可能なのだと。半年後僕市長かどうか分かりませんよ。そうですよ。まだ選挙ないって。もう純粋に食事で400を減らすということですかね。いや、ちょっと運動性ということですか。筋肉も動くことでついて、はい、より痩せやすくはなります。そうでありますよね。はい、はい、体操が作られて、半円体操、はい、ちょっと隙間時間に、はい、部屋でちょっとしていただけるような体操だと思って、ちょっと持ってきたんです。これぐらいならね、できそうな気がしますので、はい、じゃあ運動で50は目指しましょう。少なくともちょっと動いて。ゼロ理論、ゼロカロリー理論っていうのがあれは嘘ですか。あれは、あの気持ち的にはドーナツはゼロって書いてあるんで、ゼロキロカロリーとかそうあれはないですね。世の中このずるいですよね。この糖と脂肪とあとカフェインも、はい、この誘惑だらけじゃないですか。アルコールもそうなんですけどね、生きる喜びじゃないですか。これを減らすと、あのストレス余計に増えませんかね。これ減らそうの努力の方がこんだけ大変やっていうのは、あの市の財政も同じなんです。この話はいいですね。今日は大変です。最後にこれに取り組みます。わかりました。わかりやすく、もうストレートなイメージで10キロダイエットに取り組みますので、いいですか。あんまり面白くない。何をするって具体的に書いた方がわかりやすい。すごい、僕が普段やってることと逆ですよね。じゃあ具体的に何をして削減するのよと言うけど一緒ですよね。はい、すいません。勉強になります。一つ聞きたいことが、あの糖質制限は あんまり良くないですか。やりすぎてしまうと、やっぱり糖質必要なエネルギー源なので、ま、はいはい、取らなかったら体のタンパク質分解したりとかで、うん、あまり良くないです。ああ、そうなんですか。うん、じゃ あの正解を教えてください。寝る前の感触をちょっと引っかえようとか。何項目か挙げたらですね。入ってしまったよ。今から没企画にならへん。必要なおっしゃった。やめとけよかった。10キロ本気で落としますので、皆さんよろしくお願いします。期待してます。ありがとうございます。あのでもあの禁煙するやつがいじられるの見たい。はい、もうちらっと見てニヤッとした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。